こんにちは。この間ロッキンアフリカ2021夏に安全太郎と結成していたケースでオファーいただいてたのでロック悲しちゃうぜと久々に HG モードにチェンジ。それから僕はいつも通りお気に入りの店員さんがいるコンビニでペヤング極撃辛をその場で作り、食べているところを店員さんに見てもらうという変態プレイしてると、ロッキン公式から DM でコロナで中止とのお達し。あだ名が切れたナイフの僕はたまたま近くにいた通録の肩と怒りの対バン、フェスにひよってるやついるとペヤングの辛さと当日まで蓄積させてた怒りがフュージョンし、お誕生日パーティー開催、新結成キッドスフィンクスです。はい、ということで今回は不吉な名称が佇む曰く付きの無人島、あの丸々の存在が言及されてしまった無人島、日本人は上陸できない神の島、もう一つの軍艦島など、日本国内にあるタブーな離島を4つほどご紹介していきたいと思います。大島、福井県坂井市に存在する無人島大島とは、自決の名所として名高い東尋坊の沖に浮かぶ周囲 2km ほどの小さな島で、陸37年に島と陸をつなぐための大島橋が建設されるまでは一般人が上陸するという行為が合コンでいきなり洋楽歌うこと同様禁じられていました。しかし大島には橋がかかる以前より航海や漁業の神を祀った大港が建てられており、島全体が御神体として崇められていたことから、上陸が禁じられていた間も地元住民たちに鎮守の森や神の島として親しまれていたそうです。我々が熱盛のグレースのファッションセンスに親しみを持ってるようにね。またそんな大島の歴史はかなり古く、今から約1300万年前に噴出したマグマが冷え固まったことによって形成されたと言われているのですが、島内には現在でもマグマの流動によって現れた火山岩や波の浸食によって切り立つ海食害、長い年月をかけて生い茂った原生林などがそのままの姿で残されていることから、国の名勝記念物としても保護されています。しかし大島ではかねてより東尋坊で身投げをした人々が流れ着いてしまうといった不吉な出来事がたびたび起こっており、大島橋を渡る際には海の中から地上へ這い上がろうとする幽霊らしき存在の目撃情報が寄せられるなど、福井県屈指の心霊スポットとしてもその名を轟かせています。また噂では無職からプロゲーマーになり這い上がろうとする生乾き激草ゴリラが、ドラクエウォークでゴーストが出ないためずっとうろうろしていて通行したい観光客の迷惑になり、リセッシュ装備の県職員が緊急出動したとか。また大島には反時計回りで島内を散策していると、東尋坊で命を絶った死者の霊に取り憑かれるという言い伝えが存在しており、過去にこのルールを破った観光客は島内で迷子になる、突然気がおかしくなって島内の崖に飛び降りてしまうなど、何らかの災いに見舞われるとのことです。とはいえ島全体が御神体となっている大島では、一般的な神社と同様時計回りで参拝することが基本となっているため、もしかするとこのような不穏な言い伝えはマナーの悪い観光客への戒めとして作られたものなのかもしれません。知らんけど。南硫黄島。東京都から約 1300km の場所に位置する南硫黄島は、小笠原村として区分された火山列島の最南端に存在する無人島で、島の全域が僕ん家のセントラルドグマ最下層に存在するカンナちゃんルームと同じく立ち入り禁止区域となっています。そんな南硫黄島は近年ハリーポッターの原作者である J.K. ローリング氏によって、日本の魔法学校かっこ魔法ところは南硫黄島の頂上に存在すると言及されたことでも注目を集めており、 J.K. ローリング氏のコメントによると、校舎は最上級の翡翠と陽子白玉でできた由緒正しき学校となっているほか、生徒は入学時に淡いピンクのローブを与えられ、最優秀の成績を収めると金色になる、通学時は巨大な海燕の背に乗って登校する、もしくはゼファー400で登校などと明かされています。しか
市南硫黄島はピラミッドのような形状が特徴的な島で、その標高は小笠原諸島の中でも最高峰といわれる916メートルの高さを誇っており、例えるならば東京タワーと東京スカイツリーを合わせた高さと同等の高さに及ぶことから、目視では頂上を確認することが難しく、多くのハリーポッターファンが南硫黄島の存在に心を馳せたといいます。また南硫黄島の公式的な記録では、この島は1543年にスペイン船が発見して以降、遭難による漂流、生態系の調査以外で人類が上陸したという記録は残っておらず、島内には歩道が確保されていないのはもちろんのこと、未だにネズミ類の侵入なども確認されていないことから、ありのままの原生自然が残された地球最後の秘境として歌われており、未だ未解明な部分の多い神秘的な島として保護されています。そのため南硫黄島は今後も一般開放される可能性が低いと考えられているのですが、話題性に富んだ南硫黄島の姿を一目見ようと、火山列島へのクルーズツアーに参加する観光客が、呪術廻戦たまごっちの販売時期を知りたいという問い合わせくらい後を絶たないとのことです。入り砂島。沖縄県那覇市の港から約 60km 近く離れた場所に存在する入り砂島は、近隣に存在する有人島の渡名喜島と合わせて渡名喜村という区画に分類されており、日本国内では2番目に小さい自治区となっています。そんな入り砂島は NHK の連続ドラマチュラさんのオープニング映像に登場する島としても知られており、小さい島でありながらも圧倒的な美しさを放つ存在として一時注目を集めていました。あと僕のマイフェイバリット高行きが出てたのも有名だよね。また実際に戦前までの入り砂島は紀元前の遺跡が残された神のいる島として崇められており、島民は4年に一度行われる入札によって選ばれた一家のみという厳正なしきたりがあったほか、島内では稲穂祭という初穂の麦を供物として捧げる独自の文化が築かれていたことから、由緒ある島として存在していたとのことです。しかし戦後となる育子年には米軍によって接収されたことをきっかけに、入り砂島は入れ砂島砂漠劇という異名が名付けられ、現在に至るまで一般上陸を禁じられた島として指定されています。そのため島内では日常的に米軍による実弾を用いた射撃訓練や照明弾の投下訓練などが実施されているのですが、同自治区内に存在する渡名喜島の展望台からは一般観光客でもその様子を見ることができます。とはいえ米軍による接収から半世紀近く経った1997年に渡名喜村の住人たちによって入り砂島での祭祀が行われた際には、かつて島内の聖地とされていた宇多木と呼ばれる祈り場の姿が確認できなくなっていたという報告も寄せられており、神のいる島とされていた入り砂島は長い年月をかけてその実態を変えていると考えられています。これについては最弱リトルマック使いプロスマブラーである僕も、長い年月をかけた末にそろそろ S ランクのピカチュウ使おっかなと一瞬思いましたが、負けた時キャラさの言い訳ができるので結局変えてません。そしてこういった環境の変化や安全性の低さから、今後も観光客の上陸は難しいと予想されているのですが、訓練のない休日には入り砂島の神々しい姿が拝めるとして話題を呼んでおり、現在でも入り砂島および渡名喜島は沖縄の穴場スポットとして今も親しまれています。ちぎり島。広島県竹原市の沖合から4キロメートルほどの場所に位置するちぎり島は、島内が東方亜鉛株式会社という資源事業会社の私有地となっており、日本国内における 40% 以上の鉛がこの島で作られています。そんなちぎり島は1889年に製錬所として建設されて以降、現在でも24時間体制での稼働が続いており、常時250名近くの従業員が
った島内の工場に勤めているそうです。また島内には従業員やその家族が暮らすための社宅や施設なども完備されているのですが、上陸が許可されているのは関係者のみとなっており、一般の観光客が訪れる場合は公有地とされるフェリーの波止場までと定められています。しかし2015年に軍艦島の愛称で知られている波島が世界文化遺産として登録されたことをきっかけに、千切島の存在がもう一つの軍艦島や生きている軍艦島として注目されるようになったことで、一部の非常識なマニアたちが従業員のふりをして無断で上陸するというケースが後を絶たなくなりました。また島内では硫酸を扱った工場も存在していることから、島の関係者たちは危険を顧みない侵入者たちへの対策に苦難しているとのことです。また侵入者対策として集まったのがワットソン、ダンパード、クリプトで、レイスいないの？終わったとなったという話もありまーす。ないです。そのため千切島の観光へ訪れる際には、千切島の近隣に存在する大崎上島や生野島といった観光客でも上陸可能な離島へと訪れる、もしくは島を渡るフェリーに乗船しながら外観を伺うといった観光の仕方がベストとなっています。また近年では千切島を眺める角度によってはフランスを代表する世界遺産モンサンミッシェルのように見えるという声も寄せられており、広島のモンサンミッシェルという異名に惹かれて訪れる観光客も増えているようです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て強キャラ使いだせーと思った、本当は強キャラ使って無双したい桜井正宏ガチ恋格ゲーマー僕は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。